こんにちは、牛尾です。牛尾 TV 三つ星祖師ヶ天編やってまいりました。8月8日ですね。牛尾 TV の三つ星編を一度でもご覧になったことがあるという方にはもう説明不要かと思うんですけども、今日で20回目の収録実践になります。もうね、早いもんで2年近くやってるんですね。で、一度としてですね、僕の記憶が確かなら一度として妖怪以外の日に来たことはないんじゃないかというぐらいの熱の入れようですんで、でましてやまあ8月8日っていうところでは皆まで言うなという感じだと思います。過去いろんなものを見てきましたね。あれが半分ありだったりとかですね、あれが全部ありだったりとかですね、やるときは何しろやるという、とりわけそのスペック問わずっていうんですかね、普段なかなかちょっとお目にかかれないような機種で状況でっていうのをしれっとやっぱやるっていう、非常に腹の据わったお店でございますんで、じゃあ今日どうなのという感じなんですけども、抽選まあまあ良かったです。朝ね、70人、飛び込みだとどうなんだろう、80人90人とかなってたかもしれないですけどもね、まあ、抽選22番で置き時が取れました。場合によってはだから絆であるとか、あとだからその末尾系とかその場所的なとことかいろいろ勘案して、他の例えばハーデスとかゴッド凱旋とかですね、その辺も試合に入ったんですけども、ちょっとねバジリスクの方を一回見に行っちゃってたらもう引き返してこれなくなっちゃいそうだったんで、あ、確かにまあ22番だとバジリスク10代12代かな、なんで前の方の人たちみんな多分そっち行ったんですよね。で、凱旋とハーデスのところが、まあ、見えましたんで、まあ、ちょっと狙ってたところがにこう確保権が置いてあったんでね、じゃあもう一番目につくところでっていう感じで、まあ、この際いつも出てる置き時の角台にフェードにした次第でございますまあ今日に限って逆に置き時にないということはまあありえないと思ってますんで、あとはだからまあ台が当たりなのかどうなのかというところを探り探りやりながら、やっていこうじゃないかと。まあ今日はもう本当朝から一気に稼働も上がってきてますんで、1台目場合によっては移動できたとしても2台目までに決着つけないと、物も売り切れちゃうんじゃないかと思いますんでね、ちょっと前半戦がポイントになりますんで、ちょっと悠長にオープニングも取ってらんないよという感じですんで、実践の方行ってまいります。結果良かったんじゃないかと思いますよ。まあいつも荻戸角で出てるんですよね。で、ここ何回かというか、前回荻戸打たなくて、まあ何しろその前回か、あ、前回じゃ前々回だか、その前に行った時にある程度まあいい形で、ね、おきどき締めくくれたと。締めくくっちゃいけないんだけど、まだどう頭からね大苦戦して、その後まあ一応2回出しましたんでね、三つ星の、おきどきで、まあいつも見てて前利世か、あるいはそれにかなり近い状況だというのはまあもう分かってるんで、だからまあそういう状況ですから、逆に言うと、朝早い当たりが来る来ないで要は設定の上げ下げを予想するっていう感じのスタイルのお店ではないんですよ。
まあもちろんね、一応その打ち替えられてるという挙動であれば、それはそれで前日の状況と照らし合わせてね、じゃあ上げか下げかという予想をまあもう立てざるを得なくはなるんだけど、ただまあ打ち替わってたからってそれが果たして上がってんのか下がってんのか、あるいはどういう設定の打ち替えなのかっていうのが、まあこればっかりは分かんないんで最後まで、うん、で三つ星祖師ヶ谷で朝から置き時を打つときは、まあもちろんそのどこで打つときも基本個性点を狙うんですけども、とりわけね、うん、まずはやっぱその、うん、時代にしっかりその腰を打ちつけることだ。でまあもう今日なんて朝からね、もう一気に稼働上がっちゃってますんで、もう置き時ももう満タンかな、はい、まだ1台出るかっていうような状況なんで、まあ、ちょっとこういう時こそね、浮き足立たずにですね、きっちりちょっと共通ベルの回数なんかも勘定しながら、まあのんびりやっていこうじゃないかと。置き時はまあ機械割り自体はそんな高くないんですけど、逆にね、ハイスペック系に何こう躊躇なく設定ログを使ってくるようなお店ですんで、三つ星祖師ヶ谷は置時なんかはまあもうだ、前も言ったでしょ、置時のログ、出ないっすねっていう、大して出ないっすねという店長のね、感想聞いてますんで、当の昔から。でその辺の心象が、お、いいよ、2回目印象が変わってたらまた話別なんですけど、まあね、その心はね、そう簡単に変わりませんから、うわ、ちょっといきなり穏やかじゃない、6かなもう毎日みたいなことばっかり言ってんだろうな、もう。置き時をある程度、酸いも甘いも噛み分けてる方は、てか酸いも甘いも噛み分けてるところまで、ね、打ち込んでる方は分かると思うけど、もちろん設定は大事。うん、それは大事。長い目で見たら、わあ、すごい。もう4回目。なんでこれ100ゲーム4回ウェイズの設定が大事なのはまあもちろんなんですけど、ただね、なんていうの、展開がまずやっぱありきで、出玉っていう部分では展開ありきで、結果設定もあったらじゃあ合格っていうかより良いよねっていう、本当出るか出ないかはもうね、設定度外視の部分なんでね、そこがね、なかなか難しいところで、だからもう初当たり引けなかったら2も6も一緒で、モード以降に恵まれなかったら逆に6だって2より悪いような動きになっちゃうと、まあ奇数設定またしかりなんですけども、まあその点ちゃんと理解した上でね、打たないと、まあやっただから高設定でもね、本当まあもうこの際偶数奇数関係なしにね、結構その投資が止まんなくなっちゃうみたいな状況になることがまあまあある。うわすごい、なんだこれ、118ゲームで結べる5回。あれもう前半の入りはもう完璧ですよ、もう当たってないこと以外は。なんですよ、だからね、まあ言ったら光り物史上はもうジャグラー花々の2強でしたけど、
ねえ、あの完全に縮図が変わったよね、この1年 で、 でただ1個、まあ、ちょっと不安でもあり逆に楽しみでもあるっていうのが、この新内機、特に来年以降、今現行のねこのスペックでは適合を受けられませんので、どういった形でだから続編をねえ出してくるのかっていう、そこがすごい気になりますよね。まあこの際ジャグラー花々に関して言えば、引き続きあのまま内容で、ね、多少こうスペックなんかをいじりながら、スペックというか確率なんかを調整しながら引き続き今の路線で行くんでしょうけど、置き時はね、そのそもそもの仕様自体が普通に今 ATK で出てきてますんで、これがどう変わっていくのかっていうのはちょっとすごい気になるところ、まだ先の話だけどね。あ、もう、わあ、しかし落ちるね。ああ、来た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 、161、7000円で、まだ40だから、あの共通ベルがね一発落ちたおかげでね、いつもよりコイン持ちが良かった。まあ通常の当たりだと思います。うん、161まで引っ張られたんで、スタートかな、運よく 10% ぐらいで打ち替わってれば B スタートっていうのがあるんで、可能性なきにしもあらずっちゃなきにしもあらずなんですけど、まあ普通に考えたらいい。うん、だからこれでもう、あの今日という今日はもう当然ですけども、設定6狙いですんで、でね、まあ絶対あるんですよ、うん、相当数、うん、1台とか2台ってことないと思うんだよね。ただ現状もね、え、ものの160ゲームで共通ベル6回ですから、もうこの上ない手応えだよ、うん、ちょっと前回いろいろ打ち散らかして苦戦した経緯がありますんでね。あれ、これ1ゲームでしたね。上がってた。今ボーナスのレギュラーの終わり目ってしれっと終わるんで、よしと気合い入れ直す間をちょっと今見逃してたね。いや、よかったよ、よかった。もうどうだろう、もしかしたら B スタートかもしれないし、うん、さあどうかって、さっきのタイミング本当は言ってなきゃいけなかったんだけど、わあ、普通に天国のゼロゲーム連だったんじゃないかと思うんだよね、さっきのはゼロゲーム連ないし1ゲーム連。よし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 、上がってる上がってる上がってる、確実に上がってます。うん、今日はちょっと朝差し上がりもついてる。